こんにちは。あなたはゼロシムを知っていますかゼロシムは格安 SIM のニューロモバイルが提供するサービスです。このゼロシムが今年の8月でサービスを終了します。今回はゼロシムのサービス終了についてお伝えします。ゼロシムとは何かゼロシムはニューロモバイルのサービスの一つです。 月間通信量500メガバイト未満の場合は無料。そしてそれ以降は100メガバイトごとに100円追加となります。2ギガバイト以降はあ料金は同じで5ギガバイトまで高速通信のまま使えます。なお5ギガバイトを超えても通信可能ですけれども速度制限がかかります。Jolosim の一番の特徴としては500メガバイトまでなら月額の通信料金が無料になることです。 あまり通信をしない人であればこの 500MB でも足りるのかもしれません。なお SMS や音声プランでゼロシムを使う場合はそれぞれプラス150円プラス700円が追加されます。ですので例えば音声プランでゼロシムを使う場合700円で利用できるってことです。ここまで安い料金で利用できるのは他にはありません。このニューローモバイルのゼロシム 一部の人にはとても人気のサービスでした何せデータ通信ならゼロ円で利用できてしまうのですからねほとんどデータ通信を使わないならゼロシムでもいいのかもしれませんただニューロモバイルは今年の8月にゼロシムのサービスを終了します詳しい説明はこちらの動画をご覧ください こちらが、ゼロシムサービス提供終了のお知らせの方になります。ちょっと読んでいきたいと思いますね。この度、ゼロシムは2020年の8月31日月曜日をもちまして、サービス提供を終了させていただくこととなりましたので、ご案内申し上げますと。2015年12月のサービス提供開始以来、MVNO サービス格安シムの 認知度向上や端末の複数台利用の需要喚起など両シーンの拡大に努めてまいりましたがモバイル通信の選択肢が増える中一定の役割を果たしたと判断しサービス提供を終了させていただくこととなりましたゼロシティムサービス提供終了に伴い当社が提供する「ニューロモバイル」へシムを差し替える必要なくサービス変更できる仕組みを提供する予定です。 サービス変更キャンペーンも予定していますのでご検討いただければ幸いですとご希望のお客様につきましては2020年6月より受付開始予定ですので今しばらくお待ちくださいとなっています、えー、提供終了サービスが「ああゼロシム」ですね、えー、新規申し込み受付終了日が2020年の2月17日16時半、うん サービス変更受付開始日2020年の6月予定、えー、となっていますなおサービス変更に伴うキャンペーンとしてニューロンモバイル月額基本料金1ヶ月無料を実施するということですねサービス提供終了日は2020年の8月30日月曜日の23時59分あとサービス提供終了に関するお問い合わせとしてゼロスイムの終了専用ダイヤルが用意されています えー、こちらがアジオリスムサービス提供終了のお知らせですねあとこちらにですね、えー、サービス提供終了までのスケジュールーがあー載っています、えー、新規受付停止が2月17日までで入料、えー、モバイルへのサービス変更の受付期間があ6月からですね8月30日までが予定されていますで、えー、サービス提供終了日が8月31日 そして九月一日からはですね順次自動約とななる予定になっています。ミニューロモバイルへのサービス変更についてですけれどもニューロモバイルへ変更する際に SIM カードサイズは変更しないまた契約,プランも契約プランも変更しないあと契約回線も変更しないこれらの条件を満たす場合はニューロモバイルへサービス変更が可能となっています。 逆に言うと、これらの条件に合致しない場合は、不可能ということですね。ニューロスモバイルサービスへ変更が不可能ということになります。受付期間ですけれども、6月開始予定で8月3 0日までとなっています。なお、手数料とかはかからないみたいですね。あと、SIM の差し替えも不要でですね。あと、音声プランの場合は、最低利用期間内の解約ではも解約金がかからないというふうになっています。以上です。 いかかがでしたでししたょうか私はニューロモバイルのゼロシムを使ってないのですが一時使うことを考えたことがあります何と言っても0円で使えるっていうのは魅力ですからね音声シムにしたって、えー、700円で使えちゃいますでもニューロモバイルゼロシムの評判がいまいちでした通信速度がめちゃくちゃ遅くて使えないとかそういうのが結構あったんですよねなので えー、メインスマホとしては使うのが厳しいかなって私は思いましたなおニューローモバイルのゼロシミが終わるので利用者は新たにニューローモバイルが別の会社のサービスに移行するかそのまま就労してしまうかどちらかを選ぶことになります私個人は使ってないので特に影響はないんですけれども無料で使えるシミがなくなるっていうのはちょっと残念ですね このサービスが出てきた時画期的だなと思ったんですけれども今はもうあまり必要とされていないのかもしれませんあなたは今回のニューロモバイルのゼロシムの終了どう思ったでしょうか動画はこれで終わりですご視聴ありがとうございました